この番組は地上波で放送した内容をポッドキャスト用に再編集して制作しています。そのため番組内で流れたリクエスト曲は著作権の関係で削除していますのでご了承ください。それでは番組をお楽しみください。小雪の小雪にリスキリングポッドキャスト。皆さんこんにちは、山川小雪です。今日もロッテリア那覇安岡店で番組で何を話そうか考えていました。先週の土曜日はここロッテリア那覇安岡店の40周年の記念日でした。その40年を超え、これまでと変わらない地域の大切な場所としてあり続ける存在感を感じていました。暑い日もまだ続く沖縄とはいえ、夕方も近づくと長袖の人が増えていますね。おしゃれな服を眺めながら、そろそろブラックフライデーやクリスマスバーゲンとかあるかなと、いつしか物欲の方に意識が走っていました。そんなことばかり言ってられませんね。さあ仕事です。私のお供はハニーマスタードチキンフィレバーガーです。レギュラー商品なんですが、これまで一度も注文したことがなかったので注文してみました。アルゼンチン産の蜂蜜を使ったマスタードがサクサクのチキンとマッチしていて美味しいんですよ。他の商品より100円ほど高い520円ですが、レギュラー商品なのがよくわかる美味しいバーガーです。さて番組はリスキリングの3本柱と言いながらもあまり語っていない GX グリーントランスフォーメーションについて語ってみようかなと思っています。それでは番組スタートです。この番組はリスキリングをテーマに週末にちょこっと学ぶ情報時間です。リスキリングを通して未来へのヒントを探します。リスキリング、リスキリングとは現在の仕事を続けながら新しいスキルを学ぶことです。個人の場合の主な目的はキャリアアップ、収入アップ、または転職ですが、企業の場合の目的は競争力の強化、ブランディングの向上、従業員のスキルアップなどです。デジタル革命により急激に労働市場が変化しました。そのために縮小産業から拡張産業への労働移動実現を可能にするための学び直しが必要になりました。主なものは個人が主体の DX デジタルトランスフォーメーションと企業が主体の GX グリーントランスフォーメーションです。GX グリーントランスフォーメーションは企業活動が主体なため、自然環境整備への奉仕活動だと勘違いされてしまい、 DX デジタルトランスフォーメーションと比べて極端に話題が少なくなりがちです。最初に GX グリーントランスフォーメーションは企業活動の利潤を減らして奉仕活動に充てるのではなく、持続可能な消費の推進を目指していると理解してください。具体的な事例が電気自動車や再生可能エネルギーを活用したスマートシティ技術の導入ですね。その他にもあります。番組では沖縄ガスや沖縄セルランのプレスリリースで活動を紹介しましたが、他にも様々な方法で多くの企業が行動しています。その一例ですが、売上の一部を環境のために寄付しているという CM を時々目にすると思います。これは企業価値を上げるコーズリレーテッドマーケティングという手法です。これはマーケティングでありながら GX グリーントランスフォーメーションの一つでもあります。話題を変えます。商業が発展する前の段階は自給自足が生活の一部で、消費は浪費として悪徳でした。戦前の沖縄のように味噌を買う家は滅ぶみたいなことを言われていた時代です。戦後の高度成長期になると大量生産大量消費の時代がやってきましたが、公害も表面化しました。そのため消費に別の意味で悪徳の印象がつきました。同時に
社会全体が豊かになったため、旅行やサブカルチャーのような新しい経済活動が一般的に普及します。立教大の間々田教授によると、その頃は旅行に対して社会学者の間ではまともな産業とみなすのに懐疑的だったといいます。今では文化的消費という概念が定着し、旅行は一大産業です。悪徳と見る人も少ないでしょう。漫画やアニメ、ハードロックのようなサブカルチャーもそうです。しかし大量生産大量消費の機能的物理的な消費の負の部分は依然として残り続けました。公害などの環境問題です。それに対応した新しい消費が社会的消費です。これが GX グリーントランスフォーメーションです。無駄を省くエコ活動は必須ですが、 GX グリーントランスフォーメーションは企業利益の維持または拡張を目指して労働者の雇用維持を担います。ロハススタイルは消費者側の立ち位置から環境や文化との調和を重視しますが、 GX グリーントランスフォーメーションは他の企業を意識した競争力強化です。リスキリングはこの部分と強く関わります。皆さん、新聞読んでます？今日は10月11日の日本経済新聞電子版から、気になるタイトル、ミドル世代に賃上げ広がるという記事を拾ってみました。厚生労働省の雇用動向調査によると、2023年はフルタイムの転職者のうち40代の 24.9%、 50歳以上の 14.5% に賃上げ、要は賃金が上昇した傾向が見えたということでした。これで全世代が転職によって賃上げ上昇されたことになります。皆さんは氷河期世代という言葉を覚えていますでしょうか。45歳から54歳のうち、正社員として転職できなかった人で非正規雇用として3割の人がいました。石破内閣の所信表明では、自由に働き方を選択しても不公平にならない職場づくりを目指した個人のリスキリングなど、人への投資を強化すると述べていました。ぜひ同じ氷河期世代として、この30年を醸成するような政策を盛り込んでほしいと切に願います。今日は新聞からこんな記事を拾ってみました。今日は GX グリーントランスフォーメーションによる文化的消費と社会的消費をリスキリングに絡めて語ってみました。 GX グリーントランスフォーメーションイコールリスキリングではありませんが、労働市場を維持する、調整する新しいスキルとして重要です。しかし企業活動でなく奉仕活動のように消費を我慢することが目的になると、労働市場や経済は縮小に向かいます。仕事が生活維持のためのキャッシュフローを得る手段に集約すると、文化的消費は悪徳になります。エアコンを使うことが、自動車に乗ることが悪徳にならないようにするのが社会的消費です。私たちは豊かさを求めた両親やその前の世代の努力の上に今を生きています。そんなことを考えると、明治から戦前、戦後の食べるものでさえ困っていた時代を経験しているからこそ、おばあちゃんたちのカメカメ攻撃はあるのかなと思ったりします。こんなに豊かになったというおもてなしの表現でしょうか。あと、県外の人は知らないでしょうが、沖縄には家中湯という食堂には絶対ない美味しい料理があります。味噌ベース、醤油ベースの違いがあり、これもまた豊かさと結びついたりします。これらは観光で来た方には知ることができない沖縄の新生風景です。共通するのは、次の世代への愛情と期待への気持ちですよね。このポッドキャストだけに家中湯の話をもう少しします。家中湯は
文字通りにカツオを使った汁物料理です。ベースが地域によって違います。首里地方は醤油ベースが多く、地方に行けば味噌ベースが多いです。コラムニストで編集者の新城和弘さんによると、だいたい3対7で味噌ベースが多く、データでは 0.1% で塩ベースの地域もあるそうです。そして地方でも醤油ベースの家中油があるそうですが、大抵が少し裕福なところだったりするそうです。ネットで調べると醤油ベースの家中油の話がほとんど出てきません。これはネット通販の影響があるようで、ビッグデータはこういうところに歪みが出てきてしまいますので注意です。それではお知らせです。番組内で使用している BGM はすべて著作権フリーの音源を使用しています。番組では番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは英語で雪という意味の snow snow@rokinawa.co.jp です。お相手は山川小雪でした。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。